報道してくださいって言うんですけど、うん、報道してくれないんですよ。一社ですか？やってくれないですね。はい、市内からの事例だけじゃなくて、今市外からも来るんですよ。はい、これね、一個やっぱ問題かなと思うのは。 今日のゲストは、大阪の泉大津の市長、南根健一さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ますまあ、今回はですね、えー、令和4年の9月21日に、はい、こ名前、長いんで読みますけど、はい、子供への接種、後遺症を考える超党派議員連盟の総会を、はい、行いましたということで、はい、そこにね、南根さんも登壇していただいたので、はい、ちょっと、そんな話をしていきたいんですけど、はい、まあ。今回はですね、6月に、す、え、で、ー、にもう議連は立ち上がってたんですね。 ただ役員決まってなかったので、はい、まあ今回、川田隆平さんが会長を引き受けてくださって、私も、まあ、えー、ここに参画させていただき、はい、まあ今後、おまあ、肩書きはまだ全然決まってないんですけど、うん、まあ事務局的な役割をですね、うん、しながら、やっぱりこの疑念を大きくしていきたいなということと、子供、はい、の尊氏をですね、あの慎重にというふうなことを訴えかけていきたいなというふうに思ってるんですけど、まあ、そこで、あの市長たちもですね、ぜひ参加、 ささせてくだいって宮みさんたちのそうから言っていただいたんで、はいその辺のところお考えをちょっと今日はしいたいなと思ってますすそうでねいまあ以前から一貫して、子供への接種に極めて慎重にやってほしいと。もう年前からずっとですはいやっぱり状況が明らかになるに従って、さらにやっぱり慎重にやるべきだなという考えた分からなくあのそういう思いでやってきたんですけども、まあ子供プラトンもを立ち上げて、多くの政治家、そして多くの。 えー、お医者さんとか専門家も入っていただいてて、ねはいうん、広がってきました、はい、ただそういった世論形成とかでも、うん、政治家でも首長さんがね、はい、例えば5歳11歳のこの接種が始まった時いきなりクーポンを送るんじゃなくて案内はがき方式でやってる自治体が、はい、まあ77ぐらいまで増えたんですよねでも世の中の人って多分あまりそういう慎重に考えてる政治家って結構いるんだって知らなくてで,、ねはい、でもここに来て、まあ、努力義務になりました、うん、子どもの接が。はい でちょうど派議連も立ち上がったで、そこで国会議員さんだけじゃなくて、はい、実は、まあ我々泉元氏もそうですし、名古屋市長の川村市長もそうですし、はい、他にもこれまでね、あの案内はがき方式でやってる自治体が77あったってこともありますんで、うんはい多分慎重に考えられてる首長さんも多いと思うんで、ぜひね、この国会の議連だけではなくて、そういった首長なんか巻き込んでいただけると、うん、世論形成にも大きく役立つと思いますし、はい、やっぱりあの、うん こうやって考えてる人って結構いるんだよってことを世の中の人に知っていただきたいんで、うんはい、ぜひあの首長の参画なんかも考えてもらえたら嬉しいで,す、はいはい、でもそれはもう全然あの会長とも話してたんですけど <laughs> ウェルカムだよねということで、はい、もうむしろあの、ね、この動画なんかも通じてどんどんとそういう方を、ね、あのいらっしゃったら首長さんでも見ていらっしゃったらです宮、ね、根さんのところに連絡していただいて、はいはい、どんどん首長連合を作っていただけたらですね、はい、まあ今まで地方議員はあったんですよね。はい、だから で、今回国会議員のが改めて動き出したので,で、僕も頑張って事務局的役割を果たしますので、国会議員、首長、そして地方議員と、はい、やっぱりこのね、それぞれの層で、そういうことを訴える人たちが集まっていかないと、うんうん、そうですね、うん。今まで民間のね、お医者さんだったらすごい頑張って、うんうん、あの、啓発してくださったんですけど、それはやっぱり政治家もやらないとね、はい、いけないので、ぜひ、うん、まあ、一番上はなんだかんだ言って国の法律決めの国会議員なんで、ええ まあそこに今回20名ほどかなの方々が名前を連ねていただいたのでそこはいい受け皿にしていただきたいなと思うしまあでも現場は逆に首長さんが握ってるからねいくら国会で言っても現場がない我々ないですからそれはやっぱり国と現場とこれのやっぱり両方から声を上げていくというのはわれわれでやってたらもったいないなですよね,ねでやっぱりわれわれ現場でいますんで,、うん、でアンテナ張って見てますんでね。 相談も増えてるんですよ、うん、で現場でやっぱり少なからずどういうことが起こってるかっていう結構その若年層でもひどい現実っていうのも、うん、あの起こってる事実はありますので、ねはい、そういったことも出雲市だけじゃなくて他の首長さんなんかも入ってくると多分あのいろんなことが現場で起こってることが見えてくると思います、うん、そういったところを目を向けていただいて、はい、やっぱり泣き寝入りを作ってはいけないっていうね、うん、あのそこを一緒に考えていけたら嬉しいですね。 のででで苦しんんるる人たちがなないいよように扱われれててすすね存在らら知さ私、だからこの間ね、厚生労働省に電話したんですよ、スタッフ通じて。何が知りたかったかっていうと、そういう交渉症の相談窓口病院は全国いくつあるんですかって聞いたんですよ。分かりませんって言いよったんですよ。そんなはずないやろと。で、各都道府県にね、電話してみたら、うちのはいくつありますっ大阪か結構教えてくれたんですね。 とということは、都道府県単位でで把握するわけでしょ、はい、じゃあ別に厚労省からしたら全国47か所電話して数確認すら出るじゃないですか。うん、か出せるでしょと言ったら、うん、結構時間かかったんですけど、うん、出てきたんですよ。はあはい、なんと400。だからもしね本当に〇がなかったらそんなに相談病いらないわけじゃないですか。 うん、だからそれだけ作ってるっていうことはそういう相談がたくさんあるっていうことなので、はい、だそれだけ取ってもですねあの重大なことなのに、うん、テレビも全然そんなの報じないですもんね全然報じてくれないですね我々も取材は来ますけど、はい、絶対この現実目の前で起こっているこの事例があるから我々も慎重にならざるを得ない,いう、はい、この事実をちゃんと報道してくださいって言うんですけど、うん、報道してくれないんですよやってくれないですね。はい その部分は長の現場とか、はい、そのサポートするリズモスの現場とかを見てくれましたけども、うん、のの国が使っているこの数字すらもなかなか取り上げないし、はい、ましてはその現場で起こっているリアルな生の実態というところこそ本当は取り上げてほしいのに、はいはい、その部分は一切どこも取り上げてくれないですね、うん、だからなんで極めて慎重にって判断をやるかの背景がそこがあるからやって言ってるんですけども、うん、ね だからそれを言うだけでね、やれ陰謀論だ、なんだかんだとかって、さすがにね、首長は言われないかもしれないですけど、僕ら、もうこの間、出きたばっかり党なんで、すぐ言われるんですけど、当然、ね、こうやって情報共有してるわけだから、はい、全部聞いた上で、はい、その声を断言しなきゃと思って、一生懸命やってるのに、はい、それを頭放しに馬鹿にしてくる人たちもいるんであのいや、もう僕ら、人としてですよ、はい、実際やっぱり、はい、ったときね、なったっていう相談も当然ありますし。 心筋炎になったこれ親戚ですわ死にかけたっていうのもありますし、はいうん、全身の毛が抜けるとかね、はい、10代の女の子で、ねうん、月経が完全に止まってしまうとか、はい、あとものすごい活発なスポーツマンだった男の子がもう学校すら行けなくなって運動すらできなくなるとかね、はい、もうそんな事例はもう上げていったらキリがないぐらい、はい、で市内からの事例だけじゃなくて今市外からも来るんですよ、はい、でそこであの心あるお医者さんとかと一緒にサポートはやってるんですけれども。<laughs> やっぱりリアルなこの実態というのはね日に日に増えていってるのはもう事実なんでいち、うん、早くやっぱりこういうことがあるってことは知っていただいてでやっぱりそこのサポートどうするかですよね、うん、そこも同時にやっぱり考えていかないと、はい、でまあ出雲津ではこの9月議会でねあのいわゆる書の治療にかかった費用の、えー、一定の条件のもとに4分の3は支援しますっていう補正予算も可決やっていただきましてもうとにかく うん、自治体から先駆けてそういう泣き寝を作らないサポートをするっていう体制を作って、はいうん、全国でもね、うん、そういう動きを広げてもらえるように、はい、僕らも発信やっていきたいですね。なるわれわれ提言書をね議連で持っていったんですね22日23日と、はいはい、で僕はあの官房長官とか持っていかれなかったので、えー、っと厚生労働大臣のところに持っていったら副大臣が対応してくださったんですけどね、はいはい、おっしゃったことはいやその子供 効果があるんだというから、専門家の指示を聞いてやってるんだとおっしゃるけど僕らからしてみたら危ないっておっしゃってる専門家もいるわけじゃないですかそういう方々が全然メディアでも出ないし、はい、政府のね、はいえー、参考人でも呼ばれないですよね、はい、それまでおかしくないですかと言ったらいや、でもね感染者が多いからっていや、それ感染者でて陽性者ですよねと。ねだって いいっぱい検査すれば陽性者は当然増えますし、はいで、弱毒化してるから感染率は絶対上がるんですよ、はいうん、それももう分かってる話じゃないですか、最終的には、だから薬ができるまではっておっしゃったんですけど、いや、あの、ってもともと風のだから、風のもともとからね、風をすぐに治す薬っていうのは世の中ないわけじゃないですか、はいはい、だから、それできないでしょ <laughs> と、うん、だって、風邪とね、100年以上付き合ってきて。 ないもんをこんな23年できるわけないんだからそうするとずっと、はい、続けないといけないということになるわけでしょういやだから言ってること変わってるんですよ。はい、言っても2回週やったら集、うん、集団団免免疫疫がができてて終わりって言ってたのが、はい、もうこんなん最初から分かってないじゃんす、うん、やり続けるとか、はい、でだんだん言ってることが変わって3回4回5回になってきたとかね。はい じゃあそのなんでこう変わってきたのかの検証と総括もない,じゃないですしね。でやっぱりあの慎重派反対派、うん、慎重やるべきだっていうあの専門家の意見もやっぱりちゃんと戦わせていただいて、はい、僕らも国民もねそれをちゃんと聞いた上で適切に判断するっていうような,なんかその辺の情報の偏りっていうのもすすごくあるなって感じますね、はいうんまあ、そういうことを含めてねもう何回も南さんも言ってるし<ー>僕もいろんなところで街頭でも言ってますしね。うんうんはい ででもまだ広まらないんですよねこれね、一個やっぱ問題かなと思うのは、どこに国がどんな契約やってるんですかって明らかにすべきじゃないですかね。うん、おかしくないですか。はい、なんか、それがあるから、ひたすら、うん、あの言うたら、型落ちのものを何回も何回も打ち続けないといけないというような状況が起こってんじゃないかなって思ってしまいますよね。はい、なんで一体これしかも 責任取らないわけですよね。はい、一切。そう。そんなことってあるんですか、うん、いやだからそこはやっぱり明らかにやってほしいなって思いは、うん、多くの国民が今思い出してるんじゃないですかね。いや本当そう思いますよ。うん、私ある政治家ちょっと名前出せないんですけど聞いたのは今でもやっぱり、はい、が日本にの工場を作ろうとしてると。はいはい、でその、えー、誘致する条件が作ったものをええー、き七年間だってたかな。 はい、そこの工場で作った、はい、7年間全量買い取り、まあ、それは国なのか自治体なのか分かりませんが、っていうのが条件で工場を誘致しませんかという話が来てるよというのをですね、はい、現場から聞かせていただいて、はい、7年間ってどんだけ続けんねんと。日本人は一体どういうふうに思われてるんですかね。だからねそ、まあ、それこそ 今までアフリカとかインドとか、はい、そういう人口が、ね、爆発してるっていうところで、ね、結構、臨床実験やってたわけでしょ。でもそういうところが、もう最近やらないって言い出したわけじゃないですか。はい、じゃあ、日本でやんのと、ねあ。日本人だったら抵抗しないと、ね。というか、政治家にね、何かの約束したり、リベート渡せばやってくれるんじゃないかというふうに思われてんじゃないのという推測ですよ、これは。いや、僕もそう思っちゃいますよね。 本当に、うん、なんであのでこ,こからある政治家がね、はい、一体これどういうことなんだと、うん、いうことはやっぱり冷静に検証してあの分かってるんだったらちゃんと議論しようぜって思いますよね。議論かららら逃げたただし、うん、問題提起恐れたらダメですよね僕もあのいろんな国会議員さんとも話してて、はい、あの例えば子ども、ね、あの「そらこの事実出たら慎重になるよね」とか言いつつもなかなか。うんはい こうで議論してくれない結局、うん、まず国会議員とか怖いのは党から怒られるのは困る,困るとそれからあと国民から批判を受けるのは困ると何が正しいか自分の思いは何かじゃなくて要は批判されるのは困るということなんですよね、うんはい、だからあの神谷さんや南さん頑張ってということを他の政治家から言われてるの何回言われてるんですよ、はい、まあ僕は今国会議員だから、まあ、頑張るんですけど この辺はね、民間人だったわけですよね。なんで議員のあなたに僕が頑張ってて頼まれるんだと <laughs>。あなたが頑張るべきでしょというふうに、何回も言いましたけどね。だからこその議連ですよね。はい。一人で声を上げるのが怖かったとか、上<う>げにくい人たちが、やっぱり一緒になって学んで、正しい方向はこうあるべきじゃないかっていうね、はい、問題提起やって議論をやっていっていのは、議連の役割ですよね。 これを気に多くの方に来ていただきたい。さすが。いや、僕はまとめようと思って流れを持っていかれましたけど。<laughs> いやいや、全然、<laughs> 最後そこにもちゃんと見通せなかったので。<laughs> いはい。あの、うまく締めくっていただきましたけども。はい。えっと、もう一回言います。子供への、はい、と、考える超党派議員連盟というものが今動いております。はい。まあ、国会議員約20名程度ですけども、名前連ねて言ってるんですけど、自民党とか維新の党とか少ないですし、<laughs> えー、NHK とか、共産、公明、社民とはいないんですよね。うん。うん、ので、まあ、お名前はね、出しちゃいけないということなので、一人一人の名前は出しませんけども、やっぱり、超党派なので、はい、本当はね、すべての党から、やっぱりそういったね、リスクをちゃんと、えー、啓発するような方々、えー、出てきていただきたいなと思いますし、はい、また、首長の皆さんは、はい、えー、南出市長や名古屋の河村市長も、はい、参画しますと、手挙げていただいているんで、はい ぜひ、えー、我も、我も、我もという形でね、手が上がってくることを強く期待しております。ということで、えー、今日はこの疑念についてのお話でした。ぜひ皆さん、動画見られたらですね、マリオンの方にはこういった政治家が見るんだよ、ということで、た <music> くさていただければと思います。